新桃太郎伝説93年ハードソン。さあ前回は希望の都と城の中を探索して回ったんで、今回は神様のいてる里に向かいたいと思います。お、山嵐、未体験ゾーンですね。古いかな。さあお地蔵さんにお話聞いてみましょうか。ここより先は北風の吹き寄せる人には厳しい大地、神々や不思議な生き物が寄り添って生きる世界じゃ。さあ一旦鬼除けの術を使ってなるべく戦闘を避けながら進みましょうか。でその間に金庫の玉も使いましょうかね。いきなり出ちゃいましたねモンスター。全然お金たまんなかった。キツネ、あ結構強いなキツネ。あそして素早さがすんげえ速い。なんだキツネバカシの術って。何？何が起きたの今？どここれ？全然違う場所に連れてこられましたよ。あ、そういう術。最低。めんどくさ。希望の都に戻ってきた。行きましょう。出やがった、キツネ。やめてね、キツネバカシの術。なあまたやってきやがった。なんなんこいつ、どういうつもり。双筆の音キツネ、あーまた双筆の強いかな。キツネを先に倒さないとまずい気がするけど、そこは流れ星で仕留めに行きますか。双筆脳は痛恨の一撃系のモンスターかな。打撃をミスするか痛恨の一撃かどっちかしか出ないっていうタイプでしょうか。よっしゃ一掃したぞ。さあ神々の里はどこにあるんだ。ビローン、こいつは打撃攻撃が通らないんでしたよね。じゃあさざ波の術を浦島さん使っちゃいますか。倒せないっぽいんで稲妻で OK。 お、金太郎がレベルアップ、いいね。さて東西に道が分かれてるんだが、神々の世界はどっちかな。一回真上に進んでみますか。おっと、こんなところに地蔵菩薩がありましたね。あのいおりみたいなところかな。またビローン来ましたね。めんどくさいな。稲妻で、それから山嵐には攻撃とさざ波を使ってこれで一掃できるでしょう。山嵐の攻撃力半端ないっすよね。 OK。 さあ入ってみましょうか。来た、神々の里。ボンビー門番なのね。神の味噌汁飲ませてくれたらこの里に入れてあげるのね。おやややや、あなた神の味噌汁を持ってるのね。飲ませてちょうだいなのね。はい、ごくごくごく、神の味噌汁の味は神の味噌汁なのね。はいどうも。ボンビー、ここは神々の里、誰も争うことのない神様だらけの里なのね。
こには神様ばっかり住んでるってことですよね。お、福の神がいる。うひゃひゃ、腹立ちはここからずっと南の人里離れた半島の先じゃ。それだけか情報。ヘイヘイ、正しく生きようぜ。英語でライトは左だぜ、レフトは右だぜ。ヘイヘイ。天の尺ね。腹立ちも仲間にできるんでしたよね。ここにも天の尺がいてるな。ヘイヘイ、正しく生きようぜ。俺様に仲間になってほしいか。ヘイヘイ。はい、そのために来たんですよ。そんなに仲間になってほしけりゃおまんじゅうを買ってきな。はいよ。きびだんごを買ってこいと言ったはずだぜ。ヘイヘイ。買ってきたよ。はい。ヘイヘイ、今俺様はきびだんご食いたかねえな。さつまいもの方がいいな。買ってきてるよ。はい。俺様にさつまいもを生で食えってえのかよ。焼き芋にしてこい。ヘイ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 、焼き芋を買ってきたか。持ってるよ。そうだよ、そうやって初めからちゃんと焼き芋を買ってくりゃいいんだよ。もぐもぐもぐ、うめえじゃねえかこの焼き。うー、腹が痛え。うー、おめえ何食わしやがったんで。万能炭を買ってこい。うー、いててて、て持ってるよ。ドッキシじゃねえか、ありがとうよ。ヘイヘイ。じゃあ仲間になってやるぜ。ヘイヘイ。あ、万能炭って言われるけどドッキシでよかったんやったっけ。両方ともいると思ってたわ。どうも、天の尺が仲間になりました。天の尺は一回お城に戻ってください。ヘイヘイ、そんじゃ俺様は城で好き勝手にさせてもらうからな。どうぞ。天の尺はボツボツと叫びながら城に戻っていった。桃太郎はちょっぴり後悔した、まあ、あんまり役に立たない、いわゆる遊び人キャラクターですからね。さあ、この奥は天の尺だったから、今度はこっち側行きますか。ここは情報をくれる人かな。ヘイヘイ、正しく生きようぜ。お日様は西から上がるぜ。天の尺っていうか嘘ばっかりついてるだけですよね。うひゃひゃ、ビローンの森へ行ったかの。ビローンの言葉は腹出しの里吉じゃないとわからんぞ。うひゃひゃ。里吉、そいつが仲間になる腹出しかな。その人に言葉を教えて通訳してもらわないと話ができないですね。ビローンの森のビローンたちとは。二つ穴がある。福の神、うひゃひゃ、ビローンの森に月の水晶のかけらがあるぞ。いずれそっちも行かないといけないんですね。こっちには誰がいてるのかな。こっちは貧乏神ですね。ボンビー桃太郎さん、僕も鬼退治のお手伝いがしたいのねん。よろしく。えのっぴる、嬉しいのねん。嬉しいついでに名前をいただきたいのねん。貧乏そんな名前なんですね。こいつはこいつのままでいいでしょう。貧乏でいこう。プワッチガンボリッチ、世の中にボンビーを撒き散らすのね。どうも、もう一人仲間ゲットですね。神様がどんどん仲間になっていく。さあ、貧乏は戻ってください。確かあと福の神も仲間にできるはずなんですよね。まだ上があったからそっち側かね。ここにも天の尺がいてるな。政治家になるには10歳から、選挙権は60歳から。ほんまに嘘言うてるだけっていう感じですけどね。全く会話になってないし。おったぞ福の神。ここで仲間にできんのかな。うひゃひゃ、わしは人気度が高くならんと仲間には加わらんぞ。マックスですよ私は。お前の今の人気度は100が。うひゃひゃ、わしも鬼退治の旅に出るか。大したことはできんがの。オッケー、福の神ゲット。一旦戻ってもらいましょうかね。さあ、どんどん仲間を増やしてますね。さあ、これで頂上。神々の里にはこれだけが用事でしたからね。特に他にやることないですね。次はちょっと仲間増やしに行きたいので、メタロウの村に一回戻ってよ。雪だるまを仲間にしに行きましょうか。来た雪だるま。大好きな風鈴を持ってるのね。それ私にくれない。はい、
嬉しい。私あなたたちの仲間になってあげるよ。やったー、雪だるまが仲間になったぞ。一旦お城へ戻っといてください。そんなのつまんない。いってらっしゃい。帰らなくていいでしょう。いやいや、帰って帰って帰ってよ。よっしゃ、オッケー。じゃあこれで仲間にしましたね、雪だるま。さて、じゃあ次は神々の都の向こう側、風神の谷でしたかね。パーティーの平均体重を48キロにして門の前に立つと門が開くけど、風神に仲間が全員吹っ飛ばされていくっていう場所ですね。で、通常のこのメンバーで行ってもいいんですけど、このメンバーで行くと浦島をだいぶ先まで使えなくなってしまうのが面倒なので、ちょっと違うメンバーでねやっていきたいと思います。48キロの平均体重にするパーティー編成っていうのは4種類あるんですよね。この桃太郎、金太郎、浦島、夜叉姫の4人で行くパターンと、浦島の代わりにアシュラを連れて行くパターン、それから桃太郎、夜叉姫、マシラの3人で行くパターンと、桃太郎、夜叉姫、貧乏神、雪だるまの4人で行くパターンですね。今回はマシラを入れた3人パターンで行きましょうか。とりあえず金太郎は抜いて、で浦島とも別れてきましょうかね。浦島どこ、浦島じゃない、パーティー別れさせてくれる人はどこ行ったかな。この人でしたかね。はいよ、オッケー。じゃあこの特殊なメンバーですね、桃太郎、夜叉姫、マシラ、この3人で風神の谷に向かっていきたいと思います。マシラがレベル1でめちゃくちゃ弱いですからね。基本的には鬼よけでちょっと敵の出現率を下げながら進んでいきたいと思いますよ。こっから真北に進んでいった真上の行き止まりあたりが神々の里でしょ。あそこから西側でしたっけかね。ジムグリ、あ、強っ、倒せるこいつ、倒した。マシラがレベル上がってますね。はいはい、よかったね。回復薬の浦島がいないですからね。桃太郎が金丹の術で回復しておきましょう。フィールドのザコモンスターがこの辺から凶悪ですからね、気をつけて進まないとすぐ死んじゃいますから。あー、鬼よけが切れた。あ、ビローン、こいつだったら大丈夫ですね。稲妻、いいや、行ってしまえ夜叉姫、流れ星。さあ、マシラがまたレベルアップしますね。マシラも最強メンバーになり得るモンスターなんですよね。モンスターじゃない、仲間なんですよね。さあ、もう一回鬼よけ使っていくぞ。風神の門、風神の門やったっけ。けっけっけ、桃太郎、お前たちがアシュラまで味方にするとは思わなかった。どんな手を使ったのだ、金か女か土地か、なぜ笑っておる、なんだとバカな。お前たちは何の見返りもなしに動いているというのか。ふざけるな、そんな奴がいるか。ならばお前たちを試す。この門は48キロの人間または鬼が立つと開くように仕組んである。一人でも開くし、二人でも三人でも四人でも開く。体重48キロだ。頭を使ってくるんだな。門を開けてやる。
お前たちが本当に心を一つにしなければこの謎は解けまい。もう48キロなんですよね。入り直さないとダメかな。来ましたよ、48キロ。けっ遅いぞ。確かに48キロだ、門は開けてやる。破滅の門をな。あ、この門には名前はなかったんですね。風神に吹っ飛ばされる門やから風神の門やとてっきり思ってました。けっ風神よ、お前の風力かな、風力でこの者たちを遠くに飛ばしてやれ。こやつらはいつも一緒にいるから情が湧いてるだけだ。友情などではない。本当の友情は長いこと離れていても通い合う心だ。今それを試してやる。風神風を巻き起こせ。来た風神。これは確かイベント戦闘ですよね。こうしてここでお前に再び会うことを詫びる。あの時はお前を正しいと思った。しかし鬼には鬼の掟がある。エンマ様はカルラの命令はバサラ王様引いてはダイダ王子の命令だから聞けという。俺にとってエンマ様は絶対だ。カルラ様の言うお前たちの友情とやらも確かめてみたい。ゆるるるる。イベント戦闘なんで防御で吹っ飛ばされるの待ちましょう。あ、強い。セント君いいよ、攻撃しなくて。そろそろ吹っ飛ばされ始めるんじゃないですか。まだか。風神雷神の音楽もかっこいいですね。飛ばされていきました。ヤシャ姫がいなくなった。さあマシラも吹っ飛ばされるかな。マシラ生きて吹っ飛ばされるか。大丈夫か。飛んでいった。あとは桃太郎一人だけ。風神なぜ桃太郎を飛ばさぬ。ケルルルル。桃太郎は前にも増して愛と勇気がみなぎっているのです。えい、何を血迷う。風神、俺の言うことを聞け。キキキキキ。言うことを聞け。バサラ王様の命令だぞ。ケルルルル。うぬぬぬぬ。仕方あるまい。ケルルル。我が友よ。風は読めない。吹っ飛ばされました。飛んでっちゃいましたね。ヤシャ姫はあの門のすぐ先にいてるんやったかな。えらいとこに飛んできたもんですね。さてマシラはどこでしたっけかね。金太郎の村に飛ばされてるんだったかな。さて金太郎の村に来ましたけど、いた。シレミソレミドファイエーレッツダンシン。あ、桃太郎さんご一緒にどうです。そうか、鬼退治の途中でしたね。名残惜しいけれど私も桃太郎さんを手伝わなきゃ。はい、マシラ復活。さあこれでマシラは拾ったんで、もう一回希望の都の城のところ戻って仲間を補充していきましょうか。さあ金太郎と浦島を加えて、あしらはそのまま連れていきますか。さあじゃあさっきの門の向こう側に向かいましょうか。さあ門まで戻ってきたぞ。門はもう開きっぱなしですからね。このまま素通りしていって門の向こう側に行きましょう。確か並び地蔵がありますね。鬼たちが飛ばされた仲間を見つけたらどうするじゃろう。牢に入れるか働かせるか、いずれにしても早く助け出すことじゃ。マシラには恐ろしい力が眠っている。いろんな音を鳴らしてみよう。お前が行っていない場所に飛ばされた仲間もおるだろう。旅を進めることも忘れずにな。仲間が岩の中にめり込んでたり雪の中に埋まってるかもしれんぞ。旅をもう一度振り返るつもりでくまなく探すことじゃな。仲間が飛ばされて辛くないか。
アラヤン城に残っている仲間を連れていくと良いぞ。おう桃太郎、風神に仲間を飛ばされたが、どこへ飛んだか占ってやる。宿や洞窟、雪、岩の部屋、祭り、店、これらのうちのどこかじゃ。マシラは祭りで見つけましたからね。風神のことだ、死に至らしめるような飛ばし方はせんじゃろう。何、夜叉姫が飛ばされたとな。アジャセ王子に任されてたのに何をしてたのじゃ桃太郎。わしは鬼の娘が東の雪原の方に飛ばされていくのを見たぞ。おう桃太郎、怪我がなくて何よりじゃ。彼らも風神が言うことを聞かなくなってさぞやうろたえたことじゃろう。おう桃太郎、仲間を風神に飛ばされたのか難儀なことじゃな。村の地面や川の中まで探してみることじゃ。だいぶ並び地蔵様の数が減ってる気がしませんか。ファミコンの頃はもっとたくさん並んでたような気がしますよね。さあ、ちょっとメンバーが、マシラが入ってる結構弱めのメンバーなんで、鬼よけでかわしながら行きましょう。この向こう側に村があったかな。あ、ありますね。お、雪原、夜叉姫発見。チュチュン、女の人が雪の中に倒れているんです。チュチュン、桃太郎さん、この女の人はもしかして夜叉姫さんじゃありませんか。チュチュン、大変大変、体が冷え切ってるよ。チュチュン、私たちの力ではお宿まで運べません。あ、銀次が来た。あっしです、銀次でごぜやす。やっぱり嫌な予感が当たっちまったか。この人は料亭はどうしてるんでしょうね。どうも胸騒ぎがして追っかけてまいりやした。桃太郎さん、ひとまず夜叉姫さんをそこのお宿に運びやしょう。行きましょう行きましょう。うむ、お命取り留めるは難しゅうございます。お、来た、アジャセ王子。桃太郎さん、あっしです。いろいろ人に聞いたんですが、鬼の体までわからねえと言われましてね。ただね、この先の伏竜の洞窟ってのがあってね、そこの伏竜って竜の鱗を取ってきて煎じて飲むといいらしい。桃太郎さん、まさか伏竜の洞窟へ。生きて帰った者などいないそうですよ。桃太郎さん、もちろん行くでやんしょう。そう来なくちゃ。伏竜の洞窟は確かここから南東の山あいにあるはずですぜ。ちょっくら行って竜の鱗とやらを探してきやしょうよ。あっしもお供いたしやす。おっと、マシラの出番が少なかったですね。さあ仲間がいっぱいですよね。マシラさようなら。桃太郎さん、どうしても伏竜の洞窟へ行かれるのですね。それではせめてこれをお持ちくだされ。根性の玉をもらいました。竜の鱗か、果たして私の腕で煎じられるか心配です。お兄様。さあ夜叉姫が倒れてしまってますね。チュチュン、桃太郎さん、伏竜の洞窟は南東の山あいにあります。伏竜とは遥か昔より地の底に伏し、とこしえを生きてきた竜じゃ。桃太郎、伏竜の心を開くことができるか。やってやりましょう。あの娘さんはどうだい。え、伏竜の洞窟へ旅人は絶対行きませんぜ。でしょうね。チュチュン、竜の鱗は万病の薬、きっと良くなりますよ。表具屋で装備は売ってるかな。これと言ってって感じかな。こっちがメインメンバーの分かな。あ、でもないですかね。そんなにすごいいい装備が売ってる感じじゃない。チュチュン、夜叉姫様のことは私たちにお任せください。できる限りお世話します。よろしくお願いします。一旦宿に泊まった方がいいかな。茶店の中はどうですか。娘さんが寒がっているので薪を集めています。私にできるもんはこのくらいですから。桃太郎さんは竜の鱗を。了解了解。あ、キュウリが売ってるってことはそろそろ黒ガッパが出てくるってことですかね。やだな。
さあ、てことで今回はスズメのお宿4まで進んできましたよ。つづら屋ってどうなんだ？何かいいもの出るのかな？あ、そんないいもん出ないですね。さあ、てことで次は伏竜の洞窟へ行って、夜叉姫を治すための竜の鱗を取ってくるっていうのが次のストーリーですね。まあ、今回は神々を仲間にして風神に吹っ飛ばされたところら辺でしたかね。そんなにストーリーそのものがたくさん進んでるわけじゃないですけど、着々と新しい地域に進んでいってるかと思います。てことで今回はこの辺で、ではでは、お疲れ様でした。